FC ポルトはポルトガルポルトに本拠地を置くプロスポーツクラブ。ポルトガルサッカーのトップリーグであるプリメーラリーガに所属するプロサッカーチームとして最も知られている。1893年9月28日に設立されたポルトはリスボンのライバルであるベンフィカとスポルティング CP と共にポルトガルのビッグ3の一つであり、1934年の 設立以来、プリメーラリーガのすべてのシーズンに出場している。FC ポルトのサポーター UEFA チャンピオンズリーグ2003から04決勝 AAS、モナコ戦の先発メンバー2010から11シーズンは、史上初のリーグ無敗優勝、それも30試合27勝3分け、73得点16、失点という成績を残し、さらに達差でポルトガル。 後述の UEFA ヨーロッパリーグも優勝し、ポルトガル史上初の三冠を達成した。直後の UEFA スーパーカップでは、FC バルセロナに敗れて、優勝を逃した。国内リーグで1994から95シーズンから1998から99シーズンにかけて、プリメーラリーが史上初、そして唯一の5連覇を達成したほか、 UEFA ヨーロッパリーグ2回優勝、UEFA チャンピオンズリーグ優勝を、はじめ、二度の世界一に輝くなど国際タイトルも、数多く獲得してきた。ポルトガルのサッカークラブで唯一、クラブ世界一の称号を手にしたクラブである。ポルトガルで、最も人気のある、フットボールチームの一つである。まだ欧州で無名の若手を安く買い、育てて、 他のビッグクラブへ高額で売却するという方針で、多額の利益を上げており、これまで、リカルド・カルバーリョ、ブルーノ・アウベス、ラウール・メーレレス、ジョアン・モーティーニョ、フレディ・グアリン、ハメス、ロドリゲス、ルイス・ゴンサレス、リサンドロ・ロペス、フッキー、ラダメル・ファルカオといった選手が在籍してきた。アメリカ、フォーブス氏が、2003から04シーズンの世界の、 ビッグクラブの収益体制を調査した報告によると、当時のクラブ収入は1億1000ドルで、欧州第12位であった。1893年9月28日に創設された。初代会長のニコラウデ・アルメーダは、ポートワインの輸出業者で、イングランド出張の際に、サッカーと出会ったことで、クラブの創設を決意した。 当初のクラブ名はポルトガル語のフットボルクルーベではなく、英語のフットボールクラブが用いられていた。1894年に、リスボネンセと最初の試合を行うが、直後に、クラブは、休止状態に入った。原因はニコラウの妻ヒルダが、サッカー嫌いだったためと言われる。1906年に新会長、ジョゼモンテーロ・ダ・コスタによりクラブの活動が再開された。 ポルトガルのビッグ3クラブの中では実績の面でやや遅れをとっていたが1980年代以降は毎年のようにタイトルを獲得するようになった。最初の欧州制覇はアルトゥール・ジョルジェに率いられたチームが1986から87シーズンに達成した。UEFA チャンピオンズカップ決勝のバイエルン・ミュンヘン戦では 残り15分で1点のビハインドを背負っていたが、アルジェリア人、ラバー・マジェールが1得点1アシストの活躍で逆転。2から1の勝利を収めた。また、同年のトヨタカップの決勝では、大雪の中で、南米代表 CA ペニャロールと戦い、またもラバー・マジェールの活躍により、延長戦の末2から1で、初の世界一となった。 1994から95シーズンから1998から99シーズンにかけて、プリメーラリーが史上初、そして唯一のリーグ5連覇を達成した。2002年に監督に就任したジョゼモーリーニョのもと、2002から03シーズンに、ポルトガルのクラブとして、初めて、UEFA カップに優勝。2003から04シーズンの UEFA、 チャンピオンズリーグ決勝にて、エース、モナコを3-0で破り、17年ぶりに、欧州一の座に帰り咲いた。同シーズン終了後は、モーリーニョ監督や主力選手がのきなみ多国クラブに移籍したが、最後の開催となった同年12月の、インターコンチネンタルカップでも、南米代表ウンセカルダスを、PK 戦の末に下して、二度目の世界一の座に、輝いた。 ちなみに、それまで、FC ポルトの本拠地だった、エスタディオ・ダス・アンタスの代わりとして、また、ユーロ2004開催のために2003年、現在のホームスタジアムである、エスタディオ・ド・ドラゴンが完成した。コケラ落としとなった2003年11月16日の、FC ポルト対 FC バルセロナの親善試合では、FC ポルトが2から0で勝利した。 2008年5月2003から04シーズンに自国リーグで審判の買収を行っていたことが発覚。これに対する処分として2007から08シーズンに獲得した勝ち点から6ポイント剥奪するとともに罰金15万ユーロを課せられた。さらに欧州サッカー連盟は FC ポルトの来季 UEFA。 チャンピオンズリーグ出場権を剥奪すると発表したが、後に撤回された。処分撤回を不服とする SL ベンフィカとビトーリア、SC が、スポーツ仲裁裁判所に対して、訴えを起こしたが、同7月に退けられた。2010から11シーズンは、ポルトガル人のアンドレビラス・ボアスが監督に就任。27勝3分け、2位のベンフィカと21ポイントもの。 大差をつける圧倒的な記録を残し無敗優勝した。さらに、タッサでポルトガル、UEFA ヨーロッパリーグも制覇し、三冠を達成した。近年は、国内リーグにおける強さを維持する一方で、主力選手の売却により莫大な遺跡金を稼ぎ出しており、ラダメル・ファルカオのアトレティコ・マドリード遺跡の際には4000万ユーロ。 復帰の FC ゼニとサンクトペテルブルク遺跡の際には5000万ユーロ、ハメス・ロドリゲスとジョアン・モーティーニョの AS モナコ遺跡の際には2人合わせて7000万ユーロの遺跡金をそれぞれ獲得している。他にも、ジャクソン・マルティネスがアトレティコ・マドリードに4200万ユーロで、エリア・カン・マンガラが、マンチェスター・シティに3200万ポンドで、ダニーロが、 レアルマドリードに3150万ユーロで、アレックス・サンドロが、ユベントスに2200万ユーロで、アンドレ・シューバが AC ・ミランに3800万ユーロで、移籍している。2013から14シーズンは、リーグ優勝を SL ・ベンフィカに譲り、タッサでポルトガルでも準決勝でベンフィカに敗れて、敗退、UEFA チャンピオンズリーグでもグループステージでの、敗退で、 久々の無冠に終わり、屈辱的なシーズンとなった。FC ポルトのユニフォームは、青色と白色のストライプである。チームカラーの青色と白色は、クラブ設立当時のポルトガルの国旗が、青と白だったことに由来する。FC ポルトのライバルは、ベンフィカとスポルティング CP である。この2チームとの対戦は、クラシコとみなされている。 国際的なビッグタイトルを手にしたことがない、スポルティング CP や1963年を最後に国際タイトルを獲得していないベンフィカとは違い、ポルトはコンスタントに欧州カップ戦に出場して21世紀に入ってからも成果を残している。SL ベンフィカとライバル関係にあり、両クラブの対戦はオクラシコと呼ばれる。 初のダービーは1912年4月28日に行われた親善試合であり、ベンフィカが8から2で勝利した。ベンフィカは1960から61及び1961から62シーズンに UEFA チャンピオンズカップで優勝しており、長らく同大会で優勝したことのあるポルトガル唯一のクラブだったが、1986から87 シーズンに、ポルトが優勝。さらに、ベンフィカのチャンピオンズリーグ優勝がもはや昔の話になった頃、ポルトは2003-04シーズンにも同大会で優勝し、ベンフィカに優勝回数で並んだ。また、ポルトは、欧州カップ戦で7個のトロフィーを獲得しており、ベンフィカの3個を大きく上回っている。また、 リーグの優勝回数も通算ではポルトが27回で、ベンフィカが34回だが、1990年以降はポルトが17回に対して、ベンフィカが6回と、ポルトが大きく引き離している。ポルトは1960年代から1970年代にかけて、約20年間リーグ優勝から見放されたが、 1977から78シーズンに5回目のリーグ優勝を飾ると、1980年代後半以降は、ベンフィカを上回るペースで優勝回数を増やし、1990年代にはリーグ記録の5連覇を果たした。ポルトの急成長は、1974年に起こったカーネーション革命によって、リスボンの一極支配体制が崩れたこととも、 無関係ではない。四半世紀で優勝回数を10回以上も、差を詰めたポルトの躍進とともに、ライバル意識がどんどん高まり、ダービーは白熱度を増した。マルチェシン32マナファ18ムベンバ19ペペ、サンテレス13オタビオ25ディペレーラ22オリベーラ27コロナ17マレガ11、ソアレス29中、選手の国籍表記はフィファの定めた。 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。サッカーの他に体操、バスケットボール、ビリヤード、ボクシング、キャンプ、チェス、釣り。 ハンドボール、空手、モータースポーツ、ローラーホッケー、障害者スポーツ、水泳、重量上げの各部門を持つ。中でも、ポルトガルで非常に人気がある、ローラーホッケーにおいては、国内はもとより、欧州チャンピオンズカップ優勝2回の競合である。ありがとうございます。